少し青っぽくやるという意味もありますね。今回は、藍の葉っぱの生葉染め、藍の葉っぱを使った生葉染めに、チャレンジしていました。ここにあの植物ですね、タデアイという種類なんですけども、この葉っぱに含まれる色素成分をこう直接このハンカチに叩いてですね、染料をくっつけて、まあ、空気中の酸素によって酸化して、緑色っぽかったのがですね、少しこう、青っぽくなるといったものですね。まあ、短時間でできる藍染めってことでおすすめの実験なんですけどね。まあ、本来藍染めっていうと発酵させてですね、いわゆる藍立てっていう作業をやったりです、ハイドロを使うような本格的な染め物があるんですけども、まあ、そういう方法じゃなくて、ね、非常に簡単で本当に十数分20分ぐらいでできちゃうような、そういう簡単な実験です。本格的な藍染めの方を別の形で別の動画の方で予定をしたいとは思ってるんですけども、ここでは簡単な生葉染めを紹介したいと思います。植物タデアイという種類なんですけどもね、このちょっと肉厚なんですけども、この葉っぱの中に藍染めでよく知られているねインジゴの成分が含まれていると。でこれを叩き染めにして直接ですね、こういう繊維に染み込まして、後で空気にさらして酸化させて青っぽく着色させるというね、そういう、最もシンプルな方法です。まあ、通常はですね、藍染めっていうとね、ハイドロを使ったりとか発酵させたりするわけですけど、非常にシンプルなやり方です。でこれにラップをかけて、ね、まあ、あとこれ叩くだけなんですけど、ちょっと動いたりなんかする時もあるので必ずやるわけではないんですけど、こうテープで押さえておくと少し作業は楽かなと。あと叩くものはですね、木槌があれば一番いいんですけど、こういうすりこぎ棒ですとかね、あとはこう容器、まあ、割れないように気をつけてもらって、ガラスの容器とかですね、あとはこういうボトル、ね、これでやっても要は繊維に染料が染み込めばいいので、木槌がなくてこの金属製のハンマーなんですけど、これスパイクがあってちょっと気になるんですけども、これで叩いてみたいと思います。あまり強く叩く必要はなくて、ただ回数の問題だと思うので、今3分ぐらい叩き続けたんですけど、やっぱり木槌の方が良かったんですかね。このスパイクの模様が残っていいかなと思ったんですけど、このラップがですね、このスパイクで破れそうになっちゃって、こちらラップの方にくっついちゃうかもしれませんね。これね、ちょっと取ってみますね。別にこれ取れちゃっても構わないんですけども、やっぱこっちくっついちゃいましたね。このままつけたまま、時間を置こうと思ったんですけど、ちょっと浮いちゃうみたいですね。ま、時間がない時にね、時間がない時にやる実験としては、まあ、これで乾燥させる時間取れないんですけども、まあ、時間がある時はね、これ1日置いて乾かしてから、これ洗って空気にさらすっていうのはいいと思うんですけど、これ取っちゃってもいいかなと。まあ、こんな感じですね。スパイクの跡が残っちゃいましたけど、まあ、これで味があるかなと。はい、
葉っぱのねこれ緑のあのいわゆるこの葉緑素のね緑は残るんですけど、心なしかねあのだんだんこう青っぽくなってるのが分かります。もうちょっと時間を置いてみたいと思います。では洗ってみます。中性洗剤を使って洗ってもいいと思います。あの植物の、ね、葉っぱにはね藍の染料だけじゃなくてねいろいろ他のいろんな成分が入っているので、まあ、それを取り除いてやるという意味もありますね。であとはこれを乾かしててか洗った後乾かしてね、こっち側の別の機械にやったんですけれども、ね4枚分ちょっとやってみたんですけど、これ洗ってで乾かして、まあ、空気にさらして、まあ、どのぐらい青っぽくなるかなっていうのを見たいなと。流しで洗い流してきたのがこれです。少し青っぽくなった感がありますね。感じですかね。本来のねこう藍立てとかハイドロ立てなんかでね染めると、今自分が着てるこのシャツがですね実はそういう本格的な藍染めなんですけど、まあちゃんとねその藍立てをするとこういうので染められるんですけど、まあ、シンプルに短い時間でねこう染色を楽しむっていう意味ではこういう藍染めの仕方もあるよっていうことですね。この後これちょっと乾かしてみますんで、その後また撮影したのをお見せしたいと思います。それでこの生葉染めの、理屈なんですけど、科学的な理屈を簡単に説明しますと、はい、このボードにごちゃごちゃ科学式書いたんですけど、まあ、要はこの、 青い色素ですね、インジゴって言われてるジーパンの藍色の成分ですよね、色素成分ですよね。繊維に固着すると丈夫でね洗濯して持ちにくいっていうやつですよね。でこの、インジゴなんですけども、その前駆体として2つ、こちらの方ですね、インジガンという物質があるんですけども、これが藍の葉っぱの中に含まれている状態で、まあ、インジゴのところ青いペンで書いたんですけど、インジカンという物質なんですけども、まあ、こういった構造式に書けるんですけども、この、ね、赤で G って書いてあるところはですね、これグルコースなんですけど、これ省略したものです。これは叩いたりですとかね、そうやって刺激を与えて、もともとこの藍の中に含まれている酵素ですね、分解酵素も入っていて、ベータグルコシダーゼですね、このグルコですね、グルコースを分解してしまうという、そういう酵素の作用がここで働きますね、こう叩くことによってですね。そうすると、こういうインドキシル、まあ、インドキシルですね、でこのグルコースの分が取れて、こういった物質に一回なるわけですね。でそれをさらにこう酸化すると、まあ、空気中でパタパタパタってこう繊維をこうパタパタやるだけで、空気中の酸素と空気中の酸素の作用によって酸化されてインジゴっていう状態になると、こういった段階をこう経てこういった染料となると、色が染まるという仕組みで説明されています。でこのインジゴという化合物なんですけども、ベンゼン環とグリーン環ですね、ベンゼン環とグリーン環、これよく見ると対称系トランス型でこう対称になって、
ダブルボンド二重結合でこうくっついてるカップリングしてる状態のものなんですね。